ロードシルクチャンネルこそシルクロード個人チャンネルでございます。本日の動画はですね、ポケモンカード開封。はい、今回は楽園ドラゴーナを開封していこうと思います。楽園ドラゴーナ、これめっちゃ面白いよな。これなんで中央がさアローラらしいなん。横にねラティアスとラティオスがいます。僕の小学校の頃の映画だからね、ラティアス&ラティオス。だってあれじゃない、水の都だっけかなんかだけど、そのカードとか持ってたもん俺。今回ね、こちらにルチアのアピールっていうカードが入ってるんですよ。あのルチアです。一時期高い時60万ぐらいしたもんね、1枚 SR。 そのルチアのルチアのアピールっていうねカードが今回ね収録されてるんですけど、そちらの SR、SAR ともにめちゃくちゃイラストがいいって言って評判なんですよ。今回はね SR、SAR どちらか当てれたらいいなと思っております。あとねラティアスが、かなり、環境的にも強そうなんで、なんか種ポケモンの逃げるエネルギーゼロにするみたいな感じだった気がする。ラティアスのね SAR も欲しいな。あとラティオスの AR ね。いや楽しみだな。ちょっと今回6ボックスなんだけど開けていきましょう。これめっちゃ楽しみ。さあ早速開けていきましょう。うわ超楽しみだわ今回。てかジェットエネルギーのね UR がようやく、入りました。ジェットエネの UR も欲しいな。それではね最新弾、楽園ドラゴーナ見ていきましょう。ワンボックス目見ていきます。お、フライゴン。ちょっと使いづらさはあるけど、フライゴン結構俺好きなんよな。バクガメス、ドリューズ、バオップ、あ、ルチアのアピールこれですよ。これのね SR 欲しいね。ハギギシリ、あ、チルッと、クワッスかわいい。お、アップリュー、アップリュー AR、 妨害レター、これもね数枚欲しいな。相手は相手自身の手札を数えた後、全て裏にして切り山札の下に戻す。その後相手は、戻した枚数分山札を引くという。もうビブラバー、嫌な音。次の自分の番、この技を受けたポケモンが受ける技のダメージはプラス50される。おお、変わってるな。ドラセナ、あ、この人もね SR ありますね。ヒラヒナ、マシェード、シルタリス、ナックラ、ダダリ、アルクジラ、あ、お助けベル、これも持ってたい。このカード高校プレイヤーの最初の番にしか使えない。自分の山札からサポート1枚選び相手に見せて札に加える。そして山札を切る。これ強いよね、お助けベル。お、ラティオス、これ AR じゃないね。うん、オトスパス、バオップ、ウェルカモ、サーファー。自分のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。その後自分の手札から5枚になるように山札を引く。サーファーつながりとか、まあ、海つながりでさ、イルカマンとかとなんか合わせたらおもろそうだな。あいつもベンチから出てきたらいきなりねパンチ力増すみたいなやつだから、サーファーと合いそう。ネマッシュ、カジッチュ、なんかカジッチュのこの感じなんか懐かしい。ドリューズ、あ、カキスバタ、バクガメス、エアームド、ムチュール、クワッス、イトケノミ、投げつけスタル、タタッコ、バオッキー、ヒラヒナ、あ、ザルード、あ、このイラストのザルード好き。めっちゃ好きなイラスト、このザルード。カウンターゲイン、あ、これの UR もありますよね。自分のサイドの残り枚数が相手のサイドの残り枚数より多いなら、このカードをつけているポケモンが技を使うためのエネルギー、無色エネルギー1個も少なくなる。これ確かにね、1枚ないんだよみたいなね、要求度がクソみたいな時あるから、ちょっとそれは強いな。ビブラーバ、フリージオ、ボップ、あ、ラティアスだ、かわいい。スカイライン、このポケモンがいる限り自分の種ポケモン全員の逃げるためのエネルギーが全てなくなる。これ強いっす。逃げネゼロはさすがに強いな。ラティアス枚数欲しいっすね。オトスパス、ポアルン、あ、太陽の姿懐かしい。あ、かわいい。あ、ポアルン、みんないるじゃん。かわいい。太陽の姿、タニーアシスト、このポケモンについてエネルギー全てベンチポケモンの1匹に付け替える。面白い。あ、ダークボール出た。ボール系ね今回収録されてて、ダークボールです。自分の山札を下から7枚見て、その中から、ポケモンを1枚選び相手に見せて札に加える。残りのカードは山札で戻してきる。うん、ハルクジラ、モグリュウ、エアームド、タルプルなんかかわいいなこのタルプル。次の相手の番、この技を受けたポケモンは技が使えない。スイートメルト、あ、妨害系ね。サーファー、クワッス、チルと、あ、鉄の頭、うん、ウォーグル、ジュラルドン、ベルカモ、あ、ジュラルドンの進化もさあれだよね今回入ってるよね。サーフボー、クレッフィー、ドラセナ、フリージオ、チルタリス、投げつけサル、ワシボ、ヒラヒナ、たまたま、カキツバタ、ベルカモ、うん、カキツバ、あ、来た、ブリジュラス。ジュラルドンの進化ブリジュラスですね。これのね SAR もなんかアニメっぽくていいんだよね。このポケモンの弱点は全てなくなる。メタルディフェンダーね、強い。これ自分の番にこのカードを手札から出して進化させた時1回使える。自分のトラッシュから基本鋼エネルギーを2枚まで選び、自分の鋼ポケモンに好きなようにつける。いきなりねパンチを打てますと。うん、合金ビルド強いね。糸剣のみ、モグリュウ、ワシボン、ドラセナ、パルキア、おお、ドラゴンタイプで入ってます。ウォーグル、フォアル、クレッフィー、アルクジラ、カプテテフ、カプテテフ入ってんだ。妨害レーター、ヒラヒナ、ドリューズ、ジュラルドン、チルタリス、サーファー、チルット、ナックラ、フリージオ、ラティオス、アップリュー、バオッキー、モグリュー、カジッチュ、タブル、かわいい。タルップル、アップリューも出たからなんか嬉しい。ルチアのアピール、ワシボン、クレッフィー、たまたま、マシェード、竜の飛躍、戦
った。こお、なんだ後ろ。なんか当たった。せーの。アローラらしい SR です。アローラらしいドラゴンタイプですね。うん。トロピカルフィーバー150。草、水。自分の手札から基本エネルギーを好きなだけ選び、自分のポケモンに好きなようにつける。おお。ブンブンスウェーン。草、水、塔。ほう、いろいろつけるね。コインを1回投げ、表なら相手のバトル場の種ポケモンを気絶させる。え、裏なら相手のベンチの種ポケモンを1匹選び。おもろ、ブンブンスウェーン。おもしろ、気絶か。面白いね。いや、アローラなし、ちょっとこれ、ブンブンスウェーン、おもろいな。ウェーニバル、ポアル、ビブラーバ、ハルクジラ、お、エーススペック、メガトンブロワー。相手のポケモン全員につけている、ポケモンの道具と、特殊エネルギーと、場に出ているスタジアムをすべて取らす。ついよ、ルギア大丈夫。カウンターゲイン、カジッチ、クレッフィ、フリージオ、サーフゴ、ボーグル、ダダリン、タタックワス、ディアルガネマシュ、エアームド、ナックラ、ランドロス、アップリュー、コレクレ、バオップ、ハルクジラ、ダークボール投げつけされた、ハルプル、お助けベル、ネマシュ、ハルクジラ、コレクレ、アローラナッシ。顔アップだとなんか可愛いな。で、クエスパトラ。ワンボックス目はね、正面にも書かれてるアローラナッシーの SR でした。2ボックス目いきます。ちょっと待って、アローラナッシーちょっと魅力的に感じてきたな。なんかあれだね、そのガチのさ対戦環境で強そうっていうのは、まあラティアスは強そうだけど、まああとね、エーススペックとかかなりやれそうな感じあるけど、どっちかっていうとファンデッキ、うん、おもろいデッキとしてメイン級のカードがちょこちょこ入ってて面白そう。それでは2ボックス目いきます。さあ、じゃあさっきね、いろいろと見たから、おー、メガトンブロアまた出ましたね。ブラックキュレム。これの SR もね、むちゃくちゃイラストいいんだよね。ちょっと昔のポケモン感あって好き。ブラックキュレムの SR も見たいな。さあ。お、たまたま。なんかバスケットコートにいろんなものが置かれてるな。その中でたまたま、これたまたまどっち？投げる側、投げられる側、どっちなん？お、後ろ？ああ、ハルクジラいた。あ、ごめん、気づかなかった。かわいいな、このイラスト、ハルクジラ。下にホエル子が2匹いる。うん、そして上にハルクジラ。お、なんか後ろ SR いるけど、これルチアとか出たら嬉しいな。出た、ルチアのアピール。 SR 出ました、嬉しい。もう出たわ、2箱目にしてルチアのアピール出ました。やったね、めっちゃ嬉しい、ルチア出たよ、めっちゃ嬉しい。これの SR がね、一番当たり枠としてはいいんだけど、まあ効果的にはね、そんな使うことはなさそうだなって感じなんだけど、まあでもね、イラストがめっちゃいいよね。このエンさんのイラストめちゃめちゃいいっすよね。ルチアのアピール、このアイドル感っていうのをね、描き慣れてる方が描いてるっていうのがね、もう一目瞭然。来い、もう一枚ぐらいなんかいいやつ。あ、ラティオス AR 出ました。もしラティアスの SR 当たると、これ繋がるんですよ。左ラティオスの右ラティアスで一枚の絵になります。この太陽に向かってね、こう二人で一緒に歩んでいくみたいな、飛んでいくみたいな、そんなイラストになります。あ、元トカゲいたな。元トカゲ EX のダブル R ですね。アップリュー、カキツバタ。で、ワシボン、クレッフィー、チルタリス、リュウの飛躍と。いや、ルチア出たのでけえ。まず SR1 枚出ましたね。いきます。さあ。お、ウォーグル。いやー、かっこいい。このイラストかっこいいぞ。ウォーグル。イラストかっこいいな。めちゃいいやん。さあ。何がいるかなー。いやー、なんかいるかなー。 SAR 怖い。あ、出た、エネルギー転送プロ。自分の山札からそれぞれ違うタイプのエネルギー、基本エネルギーを好きなだけ選び、相手に見せて手札に加える、そして山札を切る。これはもうアローラナッシーに使ってと言ってるようなもんだ。おや、ちょっと待てよ。おや、この後ろサポートトレーナーズ SAR だ。ルチアかカキツバタか。うわー、ちょっと頼む、ルチア来い。行くぞ、せーの、カキツバタ。カキツバタの SAR でした。自分の山札を上から7枚見て、その中からポケモンとトレーナーズを1枚ずつ選び、相手に見せて札に加える、残りのカードは山札に戻して切る。はあ、カキツバタ、そんな感じね。これね、クッキーを見てんのかな、うん、この上着いいな、このオラチフが書いてあるやつ。 AR ポアル、はい、で終了。4ボックス目、急げば急ぐほどね、編集がしやすい。完全にこちら側の話ですけど、来い、何か。ビブラーバ、いや、ビブラーバかわいい AR。 うん、クレッフィー、お、ハギギシリ、ハギギシリ特製反撃ってんだね。さあ、お、リッチエネルギー、リッチですね、金が。このカードポケモンについている限り無色エネルギー1個分として働く、このカード手札からポケモンにつけた時、自分の山札を4枚引く。おお、確かに泥ソニーなんだ、それ強いな。せーの、お、ブリジュラスの、ブリジュラス SR、黄色なんだね、後ろ。リッチですね、あなたも。で、終わりかな。5ボックス目。ここで引けたら嬉しいな、5ボックス目。
何が出る、あ、リッチエネルギー、早めのエーススペック。お、マシェード、なんか悲しい。この光り方は SAR っぽい。え、もしやラティアス、せーの、やった、出た、ラティアス SAR、 これは嬉しいな。うわ、やば、うわ、確かね、上野の映画館で見た気がするんだよね、この映画。ほら見て、一枚の絵になったよ。うわー、これも見せれて嬉しいです。ラティアスの SAR とラティオスの AR が出たのは嬉しい。俺ら世代の人たち結構なんかこれ喜んでんじゃないかな。ラティアスに関してはね、普通に環境でもちゃんと使えそうなんで、その SAR が出たっていうのも嬉しい。今回のね、中では本当に多分ラティアスが一番なんか今後使われていくんじゃないかなと思ってるんで。あ、AR、たたっこだ。あ、中のやつが取れないのね、あの紙が。ラティアス本で出たわ、また。ラティアス、ダブル R。で、かきそばたで終了。かなりいい当たりを見せてる気がするぞ。じゃあ次のボックス、これで最後です。6ボックス目。え、めっちゃよくない？ルチアのアピール出て、ラティアスの SAR 出て、かきそばたの SAR でしょ。結構よくない？今回いい当たり見せてる気がするぞ。ラストのボックスです、いきますか。なんだこいつ、アローラらしい。デッキ作るとなったらもうちょい欲しいな。おい、アローラらしい SAR 出てこい。ブリジュラスで終了。終了。はい、今回はなかなか面白かったんじゃないですか。今回の当たり枠、アローラらしい EXSR が2枚、ブリジュラス EXSR、 ルチアのアピール SR、 めっちゃ嬉しいです。当たった。カキツバタ SAR、 そしてラティアス EXSAR、めっちゃ嬉しいです。ラティアス、ありがとうございます。はい、ということでね、今回、まあ、ルチアをね1枚引けたし、まあ、SAR で見せることができなかったんだけど、まあ、それでもね、カキツバタとあとラティアスの SAR が見せれたのはね嬉しいです。しかもラティオスの AR も1枚出てくれたんでね、これはね、ちょっとあの繋がった絵見せることができてね、とっても感無量でございます。はい、ということで最新弾ね、開封いかがだったでしょうか。僕もね、ちょっとデッキを新しくねしたりとかね、今後する予定なので、まあ、またね、そのなんかデッキ作ってるところとかもね、動画撮れたらいいな。そんな中でね、なんかポケモンカードの話だったり他の話とかね、いろいろできたらいいなと思ってるんで、ぜひともチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。本当にいろんなね、開封やってるので、ぜひともチェックしてってください。ということで、それでは。